ぱり当時市口さんも含めてやっぱ東大にどうやって勝つんだっていうのを本当にもがいてた数年間の中でやっと手が届きかけた、はい、東大に勝てるかも勝ちそうになった代だったかな。B リーグに上がった C で低迷してやばか低迷して B に上がった年だったんだよね、うん、で B をどう B をどう維持するかで B でどう上位に食い込むかみたいなねそんな話からスタートした代だったから結構当時は今はもうね日本一の大学になった天理大学も B にいたし、いました ね、 ね大阪教育大学をどうやって倒すんだとかね、はいはいはい、うん、まあ大阪3大には勝てるだろうでもちょっとどうだろうとかね、はいはいはい、なんかそんな高難には勝てるだろうとかそんな星勘定しながら、はいはい、なんとか B を維持するまずねまず維持する、うん、そんな代だったかなと思ってリーグ戦についてはなんかもう走馬灯のように思い出すんだけどでもやっぱ僕が一番あの時覚えてるのはやっぱ東大戦かな。ああ東大戦東大戦もうね江原はねそこから東大戦に勝ち出す代に入ったからそうですね月の年ですよね本田さんのその時にもう本当にワントライ差ぐらいで負けてワントライ差で最後やられてそうですよねだからなんていうのかなあの美談で言っちゃいけないんだけど、やっぱり当時市口さんも含めて、やっぱ東大にどうやって勝つんだっていうのを、本当にもがいてた数年間の中で、やっと手が届きかけた。はい。東大に勝てるかも勝ちそうになった代だったかな。そうですね。それなんかもう、うん、入部した時からずっと本田さんと野田さんが、東大、東大ってすごいおっしゃってて。うん、なんかそんなんないんやって思ってた記憶めっちゃありますね。うん。そうそう。なんか十何年か勝ててなかったんですよね。勝ててなかったよね。ずっと勝ててなくて。ですよね。うん。僕もでもそれめっちゃ覚えてますわ。その試合。あれね、すげえ忘れもしないねんけど、そうそう。結構、最後の最後までずっと リードしてて、なんかね、腹がね、トライした、うん、なんかど真ん中にトライした鮮明に覚えてるけど、その後、リードしてたんだけど、なんかね、後半残り10分か15分ぐらいから、はい、にね、僕らの足が止まっちゃってね、あ、うん、もうなんか忘れもしない、一つタックルが 手が届かなかったタックルが一つあって、俺、自分自身が。はいはいはい、それがね、それが最後トライにつながった記憶があるんだけど。あ、そうですか。それぐらいちょっと鮮明に覚えてるかな。ああ、うん。で、なんでかっていうと、本当にね、それをより鮮明に思い出させてくれたのが、やっぱりその、手が届きかけた試合だったのに届かなかった。もう、なんとなく覚えてんだけど、あの、最後のアフターマッチファンクションで、はい、僕が、いや本当に残念だけど間違いなく1年後ここにいる後輩たちは買ってくれるはずだと、はい、来たと僕らはと、はい、いうことを言い残させてもらったのも思い出して、はいはい、しっかり買ってくれて、はい、さらにその友樹の頃だっけなんかすげえ点差で完封した台もあったよねその後。いや、僕らじゃないですよ。僕の4年間は東大生は全部接戦ですね。あ、ほんと、そっか、接戦。勝って負けて、勝って負けてですね。負けて。そうだっけ。あれそうか。うん。だから、翌年の、小原とか、な、よっちんとか、岡田とかがな、いただいて勝ったんだよな。うん。そうだよな。あの時は、あれなんですよ。確か14対12なんですけど、キックの差なんですよ。そうだっけ、僕蹴ってるんですよ。2トライ、2ゴールで、2ゴール僕決めてるんですよ。ヒットで
けるなんて今までなかったんですけど、リーグ戦も蹴ってなかったんですけど、リーグ戦で多分、なんかもうキッカーが原さんやったかな、忘れましたけど、なんかもうとりあえず外しまくってて、うん、どうせ外すんやから、ともきけれって堀内さんに言われて、蹴って入ったっていう。それでも、勝ったんや。でもめっちゃ綺麗に蹴って入ったかっこいいんですけど、なんかこう、無回転ボールみたいな、ピーンみたいなんで入って、なんか微妙でしたね。なるほど。まあでもね、でもあれは、衝撃っていうかね、本当に歓喜だったよね。あの台で。ね、まあそういう意味で、僕の思い出はやっぱり東大戦かな。手が届くけど届かなかった。でも、1年後の勝利を、もう、信じてやまない自分の思いがすごくあって、それが叶えてくれた試合だったかなというふうに思い出してました。確かに東大戦大きいですよね。うん、僕もでも多分東大戦が一番記憶に残ってますね。僕らの代も4年生の時、僕もいくつかこれかな、これかなっていうのあるんですけど、うん、一番印象に残った試合は、一つは東大戦でやっぱり、うん。で、東大戦は僕らの時って、僕らの代ってどっちかというとあんまり組織運営うまくいかなかったんですよ。結構バラバラになって、チームバラバラになっちゃって、で、最後の方にちょっとまとまりかけたっていう代なんですけど、僕のかなりまあ責任もあるんですけど、キャプテンがあんまりこう、なんて言うでしょう、こう、ちょっと頑張りすぎたというか、なんか変にこう、ぐいぐい行こうとして、なんかこう、チームがバラバラになっちゃったみたいなところがあるんですけど、まあその中で、僕らの代はあんまり強くないって言われてて、で、片や東大は、A リーグで何勝かしたんですよ。日体大に勝って、青山に勝ってとか、で、結構そうそうたるメンバーがいて、うん、で、東大今年はもうめっちゃ強いって言われてて、うん、で、うん、後半のギリギリまで、もうさっき本田さんのお話と逆で、僕ら負けてて、うん、で、最後1本取って5点差か、なんか何点差かになって、ワントライ圏内になったと思って、もう残りに数分だった時に、ワンプレーで逆転した。もう本当にキックオフからもうワンプレーで、最後、川野が裏にジョンパー上げて。川野ってあのレフェリーの川野レフェリーの。あの川野がジョンパー上げて、得意の、市口さんのネーミングでいくと川野スペシャルって市口さん呼んでたんですけど、川野スペシャルで撮ったんだと思うんですけど。へ、うん、もうなんか、すごい大逆転で、岡田さんが泣いてたっていう。どっちがないだ見に来てたり、おさんが泣いてたって噂になってたっていう。すごい印象に残ってるんですけど、うん、勝って嬉しかったっていうよりは、なんかどっちかといえば、終わった、やっと終わったみたいな、うん、きつかったみたいな感覚があって、うんうん。なるほど、なるほど。